馬力は公律の単位である。強では、ヤードポンド法に基づく、英馬力、メートル法に基づく、仏馬力をはじめとして、馬力の定義はいくつかある。日本の計量王法では、仏馬力を特例的に等分の間のみ認めており、正確に 735.5 ワットを1仏馬力と定義している。国際単位系における仕事率、公律の単位はワットであり、馬力は併用単位にもなっていない。名前の通り、もともとは馬1頭が発揮する仕事率を1馬力と定めたものであった。1馬力は、番馬が継続的に2を引っ張る際の仕事率を基準にしており、単純に馬の最高出力イコール1馬力を表すわけではない。馬力は馬1頭が定常的に出せるパワーを基準にしたもので、瞬発的にはさらに大きなパワーを出すことができる。全力で加速しているサラブレッドは、実際には数十馬力もの脚力を出しており、人間でも100メートル走などにおける瞬間的な最大出力では1馬力程度の力を出すことができる。馬力という単位は、ジェームズ・ワットが蒸気機関の能力を示すのに、標準的な200馬1頭のする仕事を基準としたことに始まる。これが英馬力の起源で、数値的には1秒間につき550重量ポンドの重量を1フィート動かすときの仕事率となる。こういう数値になった経緯は次の通り。馬の牽引力の平均が180重量ポンド、1時間馬に牽引させ、進んだ距離が1852フィート。したがって1時間あたりの仕事率は、180、1852、イコール1953、360フィート、重量ポンド、時である。そして1分あたりは、1953、360、60イコール32、556フィート、重量ポンド、分となる。この数値を33,000フィート、重量ポンド、分と丸めた上で、1秒あたりを算出すると550フィート、重量ポンド、秒となる。ワットで表すと、1英馬力は約 745.700 ワットである。イギリスの法令上の正確な換算値は、1英馬力イコール 745.699-871-582-272-12 ワットである。この17桁もの数値は、550フィート、重量ポンド、秒イコール 550.304880.45359237 重力加速度 9.80665 を桁を丸めることなく算出したものである。英馬力は英語のホースパワーの頭文字を取って HP という記号で表される。HP と小文字で書くこともあり、HP を合字にしたも使われる。また、出力を測定するダイナモメータが制動力を利用して測定されたことから、ブレーキホースパワーの頭文字を取った BHP が使われることがあり、数値は HP イコール BHP となる。同様に、エンジンやタービンの軸出力として、英語のシャフトホースパワーの頭文字を取った SHP が使われることもある。近年では後述の PS やキロワットが使われることが多く、HP、BHP は主にアメリカとイギリスの自動車メーカーで使われている。仏馬力はメートル法に基づいて英馬力の値に近づけながらも可能な限り簡素な数値によって定義したものである。メートル法がフランス発祥であることから仏馬力と呼ばれる。その定義は1秒間につき75重量キログラムの力で1メートル動かすときの仕事率となる。ワットで表すと、1仏馬力は 735.49875 ワットである。ただし、日本の計量王法では、1仏馬力イコール 735.5 ワットである。こういう数値になった経緯は、英馬力から仏馬力を決めたことにある。フィート LBF0.0138,255 であり、550フィート、重量ポンド、秒が1英馬力である。それをメートル法に換算すると 550LBF、フィート、S76.040225、kgフォース、メートル毎秒となる。この数字をもとに、キリのいい 75kg フォースメートル毎秒が、フランス馬力とされた。このため A 馬力と仏馬力は等しくなく、1仏馬力イコール約 0.98632 A 馬力である。記号は、ドイツ語のファーダストクの頭文字の PS または PS がヨーロッパで使われるほか、表のような各国固有の記号も使われる。1999年施行の神経療法では、仏馬力のみを暫定的に採用した。すなわち、計量法附則第6条と計量単位例、第11条は、仏馬力は、内燃機関に関する取引または証明その他の、政令で定める取引または、証明に用いる場合にあっては、当分の間、公立の法定計量単位とみなす。とし、計量単位例、第11条、第2項は、1仏馬力イコール 735.5 ワットと定義している。これは、神経療法が SI を全面的に導入するために制定されたものであり、本来であれば SI 組み立て単位であるワットを使うべきであるが、馬力が未だに広く使われており、これを廃止すると混乱を招くために移行措置として、当分の間、暫定的に使用を認めているものである。今日でも、レシプロエンジンの出力表示にはキロワットとともに、馬力が併記されることがある。特に自動車用エンジンについては、キロワット表示は、神経療法導入から20年以上経過した、現在においても、個人ユーザーから事業者レベルに至るまでほとんど浸透しておらず、カタログにはキロワットを主として、依然として PS が併記されている。日本における、仏馬力の単位記号は、大文字の PS である。小文字の PS は、用いることができない。日本の旧計量法では、1馬力は A 馬力とも仏馬力とも違い、仏馬力をベースに、重力加速度を秒速10メートルにとして計算した 750 ワットとしていた。これを日本馬力と呼んでいたことがある。日本馬力は1999年施行の計量法で廃止された。日本ではエアコンディショナーの能力を馬力で表現することがあるが、この馬力は、仏馬力とも A 馬力とも全く異なるものであり、元来は、冷媒圧縮機を動かすモーターの出力を示していたが、現在では、圧縮機電動機のインバータ駆動、膨張弁の電子制御などの高効率化により、モーターの出力とエアコンの馬力とは全く一致しない。また、計量法上の単位としても全く認められていない。暖房と冷房とで、ワット数が異なるものについて、同一の馬力として換算するなど、正式な換算式があるわけではないが、冷房能力について言えば、1馬力イコール 2.8 キロワット程度の空調能力である。したがって、通常に用いられる馬力とは4倍弱の違いがある。ユニコードには、馬力を表す上記の文字が収録されている。これは、CJK 互換用文字であり、既存の文字コードに対する広報互換性のために、収録されているものであるので、使用は推奨されない。ありがとうございます。